私、気になります。はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、関口あいみです。私が気になったものを紹介していく動画ブログ、あいみつ。今日は2012年7月の11日です。さっきのモノマネ、何か分かった人いますか？さて、今日紹介したいのはこちら、じゃーん。え、何？それかわいいね。ありがとう。私の携帯でーす。 iPhone なんですけど、こう私ね、ものすごい携帯をよく落としたりなくしたりとかするんですよ。で、まあ、周りからも首から下げなさい、ケースに入れなさいって散々言われてて、でもこうケースはね、なかなかこうかわいいキュンって思えるのに出会えなくて、ずっとすっぱだかのままだったんですよ。でもそれがここに来てやっと出会えた気がします。これあ、ちなみにね、これはこれ別々なんですよ。この中のこのボコボコしたかわいいのクシって言うんですけど、シートなのね。よいしょ。ほら、こういう、なんていうの、貼って剥がせるシートで、そう、買ってから気づいたんですけど、ね、この拭くやつとかね、保護フィルムもね、セットになってたので、携帯のケースって結構うわ高っみたいなのありません？でもね、これなんかそういうのいろいろついてて、いくらだっけな、結構安いんですよ。リンク貼っとくので見てみてください。他のね、柄も可愛かったな。あ、でもこれが多分一番可愛い。で、そう、そんでこれを貼って、それからこれをガコってはめるわけです。あ、これなんか流行ってるらしいですね。バンパース。で、これをはめると出来上がり、かわいい。結構ね、どっか置いといてもあいみちゃんの携帯かわいいねって言われますよ。そういえば、なんかモテテクニックかなんかの本かな、サイトかなで見たことあるんですけど、携帯をね、なんかかわいくしたり、なんか変わったものつけたり、インパクトある感じにしておくと、こう携帯を持ってて、あ、その携帯のこれかわいいねとか言って、なんか携帯が話題になるでしょ。で、こうやって話してるうちに、あ、ついでに携帯番号教えてよみたいな感じで、こういやらしい話、携帯にインパクトがあると、まあいいらしいですよ、モテるらしいですよ、本当かな。そんなわけで、今日も見てくれてありがとうございます。シェイシェイ週刊、 Thank you for watching。 またね。